はい、ハーレーダビッドソン東久留米です。本日はこちら2020年の48ですね、こちらのチューニング行っていきます。はい、それでは誠さんの登場です。ドック伊藤です。誠さん、はい、すみません、お疲れ様です。ではでは今回、はい、目標何馬力でしょうか。目標74馬力。はいはいはい、来ましたね、はい、1200だとどれぐらいでしたっけ。ノーマルノーマルでですね、何もしないでやっぱり60馬力ぐらいですね。60馬力ぐらい、はい、じゃあ10馬力は普通に上がってくるかなってとこですか。そうですね、上がりますねこれだとね。はいはいはい、はい、で今回は、今回はですねどんな感じなの。お、結構カスタムしてますね、いろいろね、やってますね。ええー、まああのほうほうほう、見えないんですけど、これスムースバルブ入れさせてもらいます。はい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 、まずね、エアクリーナーアレンネスのアレンネスあれだ、ドリフトって言うんでしたっけこれ。ドリ台風だから、台風ってやつです。ドリフトですよ、確か、ね、そう、このちょっとグネってなったやつね、はい、かっこいいですよね。かっこいい、ね、やっぱりこのフィルターがキラキラしてるじゃないですか、はい、これやっぱりねかっこいいですよね。これ金属でできてるんだよね。ああそうです、あれ編み込みでね、編み込みのね、うん、確かそうですよね。でスムースバルブ入ってて、はい、あ、これエンジンのヘッド黒くなってんじゃないですか、この方程と。そうなんですよね、よく気づいていただきました。かっこいいですね、やっぱ黒くするとね、だから全体が引き締まる感じでね、はい、まあちょっとチューニングあんま関係ないけどかっこいいですね、本当にかっこいいですね、黒にするとね、締まりますね。マフラーが、マフラーがですね、これがバンスさんの、ね、あ、そうですね、バンスさんのショートショートとかですね、短いタイプのやつですね、かなりこうリアタイヤが見えちゃう。あ、そうですね、すごいですね、うん、めちゃくちゃ短いですね、ここまでしかないからね、これね、すごい短い、すごい短いね、でこれ独立管ってやつなんですかね。そうですね、一応独立管なんですけれども、はい、まあ、ここまで短くしてるので、はい、まあね、独立管だとパワー出ないんじゃないかとかいろいろ言われるんですけど、これに関してはね、あんまりその辺は関係ないと思いますね。はいはい、はい、音的にはどうなんですか。音はいい音しますよ、これは結構、爆音、爆音に近いんじゃないですかね。なんかバンスってこう、はい、ちょっと感高いんですかね。重低音もいいけどね、少し、ちょっと高いような音もしますけど、うん、でも晴れらしいは晴れらしいですよね、音的にはね。そうですね、やっぱりね、チューニングしますよね、うん、なので回転も落としたりすると結構、はい、この辺はいい感じの音になるんだと思いますね。なるほどね、でまあプラグとプラグコードも変わってるわけですね。変えましたね、プレイにね、はい、わかりました。じゃあちょっとその辺踏まえてチューニングの方、はい、お願いいたします。はい、頑張ります。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません。またいろいろね、ご意見いただいたんで。あ、本当ですか。はい、ね、お願いします。はい。誠さん、いつも見てます。ありがとうございます。楽しみにしてるんですが、誠さんの前置き、最高です。次もまでやってください。いいですね。最初全然違うじゃないですか。さっき違いますね。他は他は、はい。オートバイ、前より良くなりました。どうやったんですか、また教えてください。あ、いいじゃないですかね。すごいいい言葉ばっかじゃん。はい。誠さん、いつにも増して男前ですね。ありがとうございます。また楽しみにしてます。20代主婦の方。若い方から ね、来ますね。すごいね。人気あるね。あとはあるの、あれ、ちょっと待って。書いてねえだろ。書いてある。自分で言ってんだろ、もうどうせよ。自分で言ってないですよ。何言ってんすか。そんないいコメント来るわけないじゃん、誠さんに対してさ。何言ってんの、もう本当に。恥ずかしいから、もう本当に。ごまかすなって、ね、嬉しいねやっぱりねもうやるよ、もういいよ、もう恥ずかしいからもう。真帆さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、すっごい音でしたね。そうですね、これね、やばいね、ね、すごかったよ、もう疲れちゃった。あ、疲れちゃったいやー、ね、じゃあちょっと仕切り直して、はい、結果発表お願いいたします。はい、結果発表、じゃがじゃがじゃじゃん。
77馬力です。77馬力。77馬力です。17馬力ぐらいアップしたってことですか。上がりましたね。来ましたね。すごいっすね。そんなに上がったんだ。48の方ですからね。なかなかないっすよね。まあでも最近多いか。でも75馬力超えんのね。ね、なんですかね、こう多いですね、なんかね、まあ、アレンネスのエアクリアにスムースバルブ入れて、バンス&ハインズ、やっぱり皆さん組み合わせがこれいいですよね、うん、やっぱり結構やっぱ面白いっすよね、うん、この組み合わせ、どうですか全体的には。あの全体的にはねチューニングだけしないだけで70馬力ぐらいだったんですよ。だからまあ上がっても4馬力だからまあいいとこかなと思ったんですけど、やっぱりそこからさらにあの合わせていくことによってもうどん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 上がっていくんですよね。で少し点火タイミングもまた変えたりとかしたらまたさらに上がっていったので、ちょっとあのその辺低速の方はすごく面白くなっていると思います。まあ高速ももちろんすごくいいんですけれども、低速の方かなり面白くなって、じゃあ街中も乗りやすいけど、街中乗りやすいですね。なおかつ高速域でもしっかりパワー出る、はい、パワー出ますね。でね、やってて面白かったのがですね、あの最初のそのチューニングする前とした後でやっぱりこのあのマフラーの抜けがいいんですけど、音変わってきてるんですよね、明らかに。ほうほうほう、この辺もね、ちょっと楽しめましたね、チューニング。音が変わるっていうのは何、アイドリングが変わってるか。もちろんアイドリングが変わるんですけども、やっぱりあの空気を吸いすぎて、アイドリングするのと、しっかり燃料も入れて、アイドリングするのと、やっぱり音の質がやっぱり違ってくるんですよね。その辺がね、結構、あのもう聞いてるだけでわかりますね。なるほどね、はい。で、アイドリングはどれぐらいに設定したんですか。はい、今回はですね、800まで落ちました。800、はい、結構落としましたね。落ちましたね。まあでもそんなもんか、いつもね。850ぐらいがスポーツスターだといいかなと思ってたけど、うん、もうちょっと落とせたのでちょっと落としてみました、うん、なるほどね、はい、じゃあ結構歯切れいい感じで。あ、いい感じですね。わかりました、はい、じゃあちょっとその辺踏まえて、はい、ちょっと音とテストの方、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。